またみんなと会えるから、笑顔でみんなと一緒にね。よー、理想の戦士。理想の戦士だなんて、冗談もほどほどにしてほしいよね。そんな、いきなりそんなこと言われても、私困りますよ。何やってんだか、そんなことをいきなり言われたら、誰でも戸惑うに決まってるわよ。理想の戦士だなんて、普通ので、女の子がそんなこと言われたら非希望的に感じちゃうわ。ちょっと待ってくださいよ。なんで急にそんなこと言ったんですか？ゆうってば、感謝しろよ。そんなよ、別に言ってみたかっただけだぞ。青春してるわね。青春というよりも、ちょっかい出したかっただけだからね。なんかかな、突然そんなこと言われたら誰でも戸惑うよな。青春というよりも、ちょっかい出したかっただけだからね。うわぁ、アイネちゃん、ミオちゃん、夜の街並みって夜景が綺麗ですね。ナツさんが驚くのも無理もないわね。でも、あんまりはしゃぎすぎないようにね。夢の言う通りよ。いくら夜景が綺麗でも、乱暴にならないようにね。すいませんよ、二人とも。迷子になったら、夜景スポットを楽しめませんよ。それなら安心ね。ミオ、私たちも夜景スポットを楽しみましょう。そうね、アイネ、私も夜景スポットを二人と一緒に眺めたんだよ。向こうは夜景か。いいな、私たちは海で海水浴ですよ。そうはないの。海水浴だけでも十分楽しめているんだから。まあ、それもそうですね。葵さん、私たちは私たちで海水浴を堪能しましょうか。そうだよ、コッコロちゃん。私たちは、こちらの海水浴場でスイミングを楽しみに来たんだよ。ねえ、私も海水浴場に来てるけどさ、やっぱりこの水着恥ずかしいよ。確かに気分転換にはいいけどね。ご主人公にこのセクシー水着は犯罪じゃないかな。そんなことないって言ってるだけでも可愛いって思ってくれてるんだ。ありがとうお兄ちゃん。じゃあ私泳いでくるね。海水浴って楽しいね。だって海には海やさんこなどがいるんだよ。今日はみんなと一緒に海辺公園で遠足に来てみたの。でも私がお弁当を食べてるのを見て他の動物館たちが集まってきてるけど、私のこと気になるのかな。気になってきたかよ。いいよいいよ。キュンキュン。何何楽しそうだね。僕も仲間に入れてよ。わかった、キャロもおいでよ。うん、ありがとう。動物さんたちと友達になれて嬉しいな。パンケーキもバーゲンセールだ。バカだわ。ちょっとギルさん、わからないでしょ。 BOW だって人権があるんだから。 BOW のお前に人権を、そもないでしょ。そういえば、私、BOW も決められてた。気づくの、決められすぎません。今頃気づいたんかい。で、なめかわアイランドの廃墟に、キメラがいるのよ。確か、もう見せろ見せるのよ。いくら私たちも、海水浴に来てるからって、セクシーなので言わないでよ。だねえ、君の土から呼ばれたみたいだよ。女の子の水着姿を見て、いやらしい目で見るなんて、最低本当だわ、女の土よ。私たちにも、女の子の権利ってものがあるから、多少は聞いて読んでよ。君の父にこそ言われて落ち込んだったんですね。では私たちと動物たちとも心温まる触れ合いで癒されてください。コッコロちゃん、チンパンジーさんたちが一緒に遊ぼうなんて。わかりますか、今行きますよ。それではカズレイレイムさん、あとはよろしくお願いします。わかったわ。最後はナメダワアイランド駅からリポートするわよ。私たちも頑張るからな。君も新型コロナウイルスに負けてんじゃねえよ。またな。いつかまた皆さんに会えますよ。天気に乗り切ろう。それでは皆さんごきげんよう。そうね、いつかまたみんなに会えるわ。さっきは大変でしたね。でも私たちも海水浴に来てますけど、あなたへの批判はしませんから大丈夫ですよ。女の子にもいろいろな事情がありましただけですから、もう気にしないでくださいね。あなたがそんないやらしい人ではないのは分かっているから気にしなくていいわよ。新型コロナウイルスのせいで大変ですが、みんなで乗り越えましょう。辛くても理不尽でもくじけない。そうね、私たちにできることはみんなへのエールを送ることよ。それではお魚村のハニヤスシンケーキさん、あとはお願いします。どうかしら、堀川くんのために調理されたエビイチゴの精を私の造形術で作った器に吹っ込んで、そのエビイチゴを作ってあげたわよ。わーい、ありがとうハニヤスシンケーキさん。ぼく何にするよ。なんか浜なめ柄のお魚村で、ケイチ様と堀川くんも心温まるエピソードになっていますけどね。細かいことは気にしなくていいわよ。それでは皆さん、またの機会にお会いしましょう。さようなら、お疲れ様でした。